景として見てもらってって感じです。なんか今日風が強くてさ、風が強い。今日パン買って帰ってきた。まあすぐ出るんですけど、お昼ご飯にパンを買いました。もう前髪大丈夫、全然肌寒くないよ広島は22度ぐらいあるっぽい。パンを、今日パンの日、パン買った。ごくり、超美味しそうなやつを買いました。もう超美味しそう、見て、明太クロックムッシュ超美味しそう。ともう最高、ベーグルサンドこれ絶対美味しくない？これもう 100% 美味しいんやけど。もうパン屋行ってこれ見つけた時もう湧いたもう沸きました。シマンチュさん、朝霧コータさん、舞妓さんだった、コータさん、アバタンさん、ターさん、井上義弘さん、ありがとうございます。とこれ、じゃーん、クワベギ、韓国のねじりドーナツみたいなやつのシナモン、最高。今日はまだお仕事があるので頑張るためにこれで自分の機嫌を取ります自分の機嫌は自分で取りましょう。もう焼けるわってぐらい外天気、さすがに焼けちゃうわ。ふう、体全身に日焼け止め塗るのはなかなかあれやけど、ちょっと手とかそういう部分的には塗るようにしてます。なんか顔は日焼け止めでちゃんと塗るけどさ、首を塗るの忘れるけんさ、ちょっと首をちゃんと日焼け止め塗らないと、首も顔だという判断なんていう、首も、首までが顔ですからね。今日ねベーグル屋さんに行きたかったんよ。でももうサラが行こうとした広島のベーグル屋さん全部売り切れってもう出とって、仕事、お仕事終わった時間にはもう売り切れって出とったけん、ベーグル食べれない。でもまあパンの気分だしパン屋行こうと思ってパン屋さん行ったんよ。
そしたらパン屋さんにベーグルが売っていて、歓喜ってなった。めっちゃテンション上がった。最高ですって感じ。DMM でちょうどサビの生誕祭見てましたから見返してたんですね。心の困りごと相談室さん、足立さん、バーバブさん、ありがとうございます。もうめっちゃいっぱい美味しそうなパンが大量にあった。悩んだけど、めっちゃ悩んだ。もう食べたいものを全部カゴに入れたらもう大変なことになるぐらい全部美味しそうやった。けど頑張って量を抑えました。一人やったらさ、家族とかやったら、家族が家におったらさ、何個でももう好きなもの全部買って帰って半分残したりしてもさ、食べてくれる人がおるじゃん。でも一人暮らしだと、しかもパンとかってそんなめっちゃ期限持つわけでもないしさ、と思って買いすぎないように我慢しました。我慢して3つ。でもボリュームあるやつを選んだし、甘いものと普通のものと、うん、残してね。ゆうちゃんおにぎり弁当、ライディーンさんありがとうございます。私目がやりましょうって、残したものを、なんかいろんなものをちょっとずつ食べたいじゃん。ちょっと日焼け止めを塗ろうかな、首にも、忘れぬうちに。何やったっけ、インドネシア、テルマカシー、違うっけ、テルマカシー。そのまんま首に塗るとさ、洋服汚れるんよね、首元が。テルマカシー、パン一つじゃ絶対に足りないよ。私はね、特に 100% 足りません。絶対に足りない。パンってさ、マジで空気。まあ確かにベーグルとかはボリューム、ベーグルサンドとかはボリュームあるけん、あれや、まだあれですけど、普通のパンなんてもう何個でもいけちゃうよ。
でも食べ過ぎるとやっぱ小麦粉だからさ、食べ過ぎはやっぱ良くない。まあ何でもそうなんやけどね。パンは無性にさパン食べたくなる時あるじゃん。まあ今日はメールでも送ったし食べたくなったんかもしれない。無意識的に脳みそがパンの脳になったかもしれない。めっちゃ無意識、頭のどこかにあったんかもしれない。パン屋さん、あ違う、パンの日っていうのが。モンブランさん、奥行きさん、ライディンさん言ったか、ありがとうございます。確かにメール用の写真撮ろう。せっかくパン買ったし。今日は今はパンモチベ。でもおにぎり出されたら全然おにぎりも食べたいぐらいの感じ。おにぎり食べたくない時なんて基本ないからさ。パンはコンビニのパンは私買わない基本的に。パン屋さんのパンが好き。パン屋さんのパンが好きなんです。ちょっとこだわりがある。赤佐豪さん、マグさん、心の困りごと相談室さん、ありがとうございます。インスタ用じゃない、メール用です。パンの日っていうさメールを送ったからパン買ったよっていう。ご報告。パン買ったよっていうご報告めっちゃ可愛いやろ。そう、一個一個ちょっと見てみようと思ってちょっと入ってみたパン屋さんあって、でもそこはなんか全然あんまり種類なくて、うーんって思ってどうしようかなってなってやめたんよ。でやめてその違う方のパン屋さん行ったらもうめっちゃザ私が求めていたものみたいなものがいっぱいあって、こっちにしてよかったって思った。しかもなんかそれがパッと頭にどこに何があるかポッと頭に出てくる私のもう広島市内の
カフェとかパン屋さんとかの脳内、まあ、居酒屋はみんなの方が知っているかもしれないですね。行きつけのパン屋さんはないけどベーグル屋さんはある。ベーグル屋さんはあります。まあベーグル屋さんはねまずそんなにお店ないし、まずもってまずもってね、そんなにパン屋さん自体、ベーグル屋さん自体がない。基本的には脳内にある、自分の頭の中にあるから。どれ食べようかな。でもさすがに今日3つ食べるのは食べ過ぎじゃない？明日の朝ごはんにとっといた方がいいよね。めっちゃ悩む。どれ持ってこう、これとこれ。でもこれサーモン入ってるけん絶対今日食べた方がいいやん。こっちを今日食べようかな。ベーグルサンドを食べるか、この明太クロック蒸しを食べるかと、福浴びきは絶対食べるよ。これはもう甘いものだから別物、甘いものこれは絶対食べる。こっちをどっちかを今から食べる。うわ、究極の選択です。めっちゃ悩む。これとこれ美味しそうすぎない？でもやっぱベーグルの中にこれサーモンが入っておるけんさ、早く食べた方がいいと思うんだよね。だからって言ってこっちも卵入ってるし、どっちも持っていこうかな。どっちも持ってってでしたらでも食べるんよね。どっちも食べちゃうってなったら今日だけで3つ。やばいやばい。小麦粉大量摂取。悩ましい選択です。まあでもなんかこういう時ってさ、片方を食べたら急にこっちまあいいやって思う時あるじゃん。だからどっちも持っていこう。晩ご飯はまた別です。夜ご飯パンはないかな。夜ご飯はまあ別、また別になるから、だとしたら食べ、さすがにね、まあ別に食べてもいいんだけど、さすがにね、一応ね、夜ご飯にするんならいいけどね、パンを。とか言って全部食べとる自分が想像つく。けどそこを我慢して明日の楽しみに一個、朝明日の朝ごはんに朝ごはんとして残すっていう選択もありなんですけどね。と言っている間にそろそろランキングを読もうと思ってます。メールでパンを送りますね。じゃあランキングを読みたいと思います。48位リュウさん、24位タカノリさん、13位ライディーンさん、12位奥行きさん、11位コートさん、10位マグさん、9位ターさん、8位バオバブさん、7位アバッタンさん、6位井上義弘さん、5位シマンチさん、4位心の困りごと相談室さん、3位足立さん、2位ともゆきさん、1位ゆうちゃん。ありがとうございました。お疲
束の間の配信、お昼配信でしたが、ありがとうございました。まあ夜は配信する元気があれば配信します。それでは終わります。ありがとうございました。バイバーイ。夜まで頑張りましょう。